箱入り息子です。はい、今日ですねサイズ撮影をしていきたいと思います。ほぼ1年前に顔のサイズ縦と横、うん、目の縦と横、うん、口と鼻のサイズを測ったんですけど、うん、聞いてもらってもベストベストベスト、どうですか自分磨きは変わりないです。高いですか？最近めっちゃ顔が長くなった気がするんです。ああ、うん、そういう方もいますよね。僕なんか高くなった気がする。一回りぐらい顔も変わったしね。そう、顔めっちゃ変わってる。1年前の写真見て、はい、というわけでじゃあ1年前の自分に皆さん買ってください。それでは行きましょう。せーの、いくらへん。顔からいきたいと思います。前回の記録、清原さん顔横15センチ。最近ね、気を使ってね、俺もパリ刺してるから顔にちっちゃくなってるはずなんだよ。なってなかったら俺は意味なかった。15センチだったら小学生のペダルに入りそう。基準が。よし、行こう。小さくなって切り線 14.5 ぐらいになってる。おーい、効果出てるよ。こっち短くなったらこっちも伸びるってこと。だって見てよ、ほら、この顎の長さ凄まじいですね。変わらんど。縦で前回の記録22。長くない？長いのか、22長いのか。はっ、マイナス 0.5 じゃない？目でも設定ってます。あ、これが針の力。すごいじゃん、キーコ。じゃあ、清原さん、すごい。顔全体で 0.5、0.5 でマイナスされてるわ。すごいよ。じゃあ、続いて、目の横。前回の記録が 3.5 センチです。目の横ね、やっぱり短いんですよ。行きたいと思います。頑張れ。3.5?7 ぐらい。7ぐらい。あ、でも、じゃあ、前回 3.5 なので、0.2 伸びてます。俺、やばくない？どうした？いいじゃん。次、縦 1.5 です、前回。あ、でも小さくなってるかもしれないですね、これは。1.3 ぐらい。1.3 ぐらい。おかしい、おかしい。あ、横にね、横に 0.2 伸びた分。こうなったん？そう、多分。次、口前回は 5.5 でしたね。5.5 じゃない。5.5? 5.7 ぐらい。おめでとうございます。口も大きくなってます。むしろ。5.7 です。鼻横。鼻横やめてほしいな、なんか恥ずかしい。4.5 です、前回の記録。ね、でかいの俺全体的に。あ、おめでとう。小さくなってるわ。お鼻 0.3 センチ。小さくなってます。おめでとうございます。よかった。鼻やばいってまして。前回 70.5 で 6cm 増えてたんですよ。ガツ、さっきね、うどん食ったよ、2人で。最近ね、衣装がない、パツパツない、俺。そうなんですよ。ピント伸ばして。あー、うまい。やめて、じっとしてて。変わんねえ。じゃあ、おへその中身チェック。おへその中身。67.5 です、前回。70.5 だった。あ、めっちゃ高くて。やっと。してるやん。よかったー。まめー。次行こう。お疲れ様でした。幅がですね、すごく縮みました。縮みました。はい。人それぞれいろんなことそうで、起きますからね。取ったら縮むやん。ごめん。横から測っていきたいと思います。ちっちゃいです、とても。13.5 ぐらい。1センチも小さくなっていらない。こうやって多分ね、顎がすごい。ちなみに前回のやつでも見たんだけど、2センチなんかここが縮まってた分、こっち2センチ伸びてたんだよ。続いて、縦です。22.5 でした、前回。顎が4センチぐらい。あ、伸びるからやめてるんで。22。すごいじゃん、一回り小さくなってます。え、俺より長い。すごい。一回アゴ勝負しよう。どっちが本当のアゴなのか。 3.5 じゃない。これは俺の方が狭い、絶対4。そういうことない。はい、タイヤジジ。どっちが本当のアゴなのか。逆に標準の人はどんぐらいなの。1センチが違う。3。3。すごいね。横からいきますね。ここすごいです。3.5? 3.5 です。ちょっと前回が 3.3。 次 1.5? 1.6 ですね。 1.6 です。前回 1.2 なので 0.4 アップしてる。すごい。続いて口、前回ね 5.7 でしたね。おー、どうですか。お、5.7 で変わらず。次じゃあ鼻、前回 3.5 ですね。 3.5 ちっちゃいのかなね。 3.5。そしてラスト、ヒトウエスト。前回がですね、驚異の 74.5 ということで。全部やん。全部やっば。俺もさ、食ったからさっき、カモの塩焼きと、カレーうどんと、エビフライついてた塩焼き。恥ずかしい。もうやばい。締めない。そんな締めんの。締めて、71です。細くなっとる。じゃあ、横からいきたいと思います。前回横14でした。小さいですね。3.5。画面ちっちゃ。13.5 です。ありがとうございます。よくわかりました。そっちなんだ。インクがついてる方がいいですね。22.7 です。次目の横。どっちも目ぐらい自信ある。自信がすごい。余裕の感動。どちらでもいいかも。4です、市川さん。縦前回が 1.8。 1.8 あります。口横 5.5 です。口成長した。口成長してる。5.7 ぐらい。
お口 5.7 です。親知らずにさ、お口でかくなった。親知らずにさ、鼻3.8です。最高。鼻ちょっと成長しております。4です。最後、ウエスト。一番細かった。前回ウエスト65でございます。どうなってるんですか。緊張してくる、頼む。64.5。ちょっと待って、俺とさ、すごい。確かに、すごいよ、そう考えた。顎下は3.3 とかにいる。で、俺いくらだっけ。3.5 あんたが一番あるかだっけ。それ変わらない、見てる。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、横が15ってことでした。あ、でも、めっちゃ小さくなってない？なってるなってる。トツさん14。嬉しい。本当に。続いて縦 22.5 でした前回。目覚めたわ。ちょっと待って、ちっちゃくなってる。めっちゃ21です。お、ちっちゃくなった。 1.5 小さくなった。わー、11小さくなってる。すごいじゃん。嬉しいよ。目の横です。前回が3でした。 3.5。 お、3.5 です。強い、強いかもね。 0.5 伸びてる。すごいね。いい感じに成長してるね。あとどっちがいくら。1.5 だね。 1.5 変わらず。縦は変わらず。口口口はでかい方がいいのかな。6です。でかい。過去最高級。嫌なんだよ。 5.5 ぐらいじゃない。下手。おお、下手。嬉しい嬉しい嬉しい。鼻ですね。 3.4 でした。前回 3.5。 点1増えてるわ。点1増えた。良かった。まあ誤差だ。クエスト最高。68で、前回が77で。お、合わせてる。痩せた。嬉しい。え、2位今。俺67よ。あ、じゃあ3位だ。だから誰も俺がいる限り誰も負けないんだよ。かっこよ。俺がいる限り誰も負けないんだよ。俺がいる限り誰も負けないんだって。最後はアゴ。3.3 です。3.3 です。3.35。ありがとうございました。はい。イエーイ。じゃあ、顔の横からいきます。前回、14。13.5 ぐらい。13.5、脅威の。え、短くなったわ。点5。うお、横13.5。いや、じゃあ、優勝しかもしんないわ。18.5。え、2週間は18.5です。え、なんで。わかった。俺前回センター分けしてたから。続いて、目の横。3.4。3.5です。天地増えました。次、縦。1.7です。すごい、0.7 アップ。プチ、6。これ6もある。小さくなったね。1センチ小さくなった。全体的にちっちゃくなってる。ちっちゃくなってる。どうすんねん。次、鼻2.9。2.8 くらいだね。うん、変わんないかも。1.1 ってやった。2.8。お、ウエストいっていいすか。ウエストは69.5でした。ちなみに全員細くなってる。 69.5、 まあまあデブやってるわ。うるせんだよ。 8.5 じゃない。 68.5。 68.5 です。うわ、デブ認定ありがとうございます。マイナス1。ついに来たか。あと 15.5 でか。どう持てたりする。は、おお、16。え？15？ でもまだ15、15ぐらい。あ、15？ でも15、15.5なんで、点5マイナス。次、縦、21.5 で、本当に。ごめんごめんごめん。身長高くね？どうだろう。ちなみに前回は21.5です。はい。22ですね。伸びてますね。次、目の横。前回が3。粘膜触れてない。粘膜大丈夫。粘膜触れてたじゃん。これ3.4ぐらいかな。3.4ぐらい。前回は前回が3。おお、手を増えてる。縦でかっ。 1.4 ぐらい。 1.45 ぐらい。前回が 1.8 なんで。あれ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 、口前回が6。閉じろ。6でかっ。6綺麗に収まってる。6か。次、鼻の幅。前回が4。鼻もやばそう。何で見てんの。何で気になってたっけ。 4.23 ぐらい。前回が4なんで、点2増えてる。顎？いや、こちらも顎ないよな。もうちょいしたから抑え。 3.2 とか。おお、まあ短いのよ。短いわ。最後、ウエストです。ウエストが前回 69.5。 もっとキュッてして。もっとキュッてして。69か。あ、ちょっと減ってるわ。お腹空いてんのかな。お腹空いてんのかな。以上、出揃いました。第3回、ファイブ測定。新項目が今回1個追加された、顎下っていう項目。あ、これの順位も外れます。ビッグドウィーク。ウエスト第2位、清原。意外。あれ意外だわ。67.5。出過ぎ。細いランキング第3位。
サツキ。え？じゃあ、テレビキャラなのにさ。テレビキャラなのに大丈夫。痩せてしまったわ。68なんで戦後違い。まあ全然違う。第4位、リョウガ。まあまあ、1位かもしれないしね。それが、1位かもしれないし。68.5 なんで、また点5です。ああ。次、第5位。何で言われてきたいの？タバコと。ああ、なるほど。ああ、でも俺が1位だ。これが69位。あれ点が違う。点5違い。ああ、点5。ここ点5の世界。点5の世界。みんな点5の世界で。まだまだ。遅い人は遅いランキング第1位。いや、頼む。いや、でもみんなとには勝てないか、そこ無理だ。いったん、点1。うわ、俺ちょっと何食ってたらそんなの港が71。あれ俺がデビキャラやん、ほんと。でも全員多分前回よりは下回ってる。おお、なんで人気の場所だから痩せた。じゃあ次、新項目、顎下、2位、コタロウ。あざっす。これが 3.2cm。 ありがとうございました。サツキ、これが 3.3cm。 で、4位、市川健一。ありがとうございます。これが 3.4cm。 で、5位、清原。おー、あれ 3.5。 なんで、ここも点1の世界。両面的にはどうなの、自信は。あんまないっすね。だよね。1位、治療が。え？1位っすか。3cm。 うわ、湊が 4cm、 清原が 3.5 なんで点5違う。まああんま変わらない、誤差の範囲内です。みんな2位、清原。おお、俺 3.7cm で、3位が3人いて、湊、涼が、皐月が同率 3.5。 1位が市川圭一 4cm。 あらまあ。で、小太郎が最下位の 3.4cm。 小太郎って目でかい人だと思うんですか。でっかく見えるんだよね。顔がちっちゃいんじゃない、だから目大きく見えるのかな。見えるだけだったね。見え方があるじゃん。そうそうそう、メイクがあるじゃん。そうそうそう、小太郎ってメイクがいい。そうなんだから。ようやくそれが、はい、というわけで今日は皆さん顔のサイズ上がって、結構みんな勝ってたね。当たり前のね、勝っていたから。目立ったのは何でしょうか。この動画がいいと思ったらグッドボタンとコメントお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ、バイバイ。アリーナのさ、ダイジェストに載ってたさ、ギターをしながらさ、下カメで撮られてるんですよ。もう、アクリがすごい、カメラさんのね、俺の顎に対するあれがすごい。